皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。突然ですが問題です。ババーン。これは何でしょう。これは何でしょう。ヒント、アコギに使われるパーツでございます。前情報なしでいきなりあれですバーンって言い当てられた人はすごい、褒めてあげます。素晴らしい、あなたはすごい、素晴らしいぞまあ大体の方はね、うーんって感じになるかと思うんですが、まあ皆様におかれましては日々アコースティックギターの演奏を楽しんでいらっしゃるかと思います。普段あんまりパーツのこととか気にしないと思うんですけれども、もし仮にこのパーツ普段皆さん全然気にしないんだけれども、音色を決定づけるのにすげえ重要なんだよな、ランキングみたいなのをこのバーンって作ったとしならば、おそらく結構上位にランキングされる、大事なパーツでございます。ヒント2としては全貌をお見せするとこんな感じ。まあ、ここまで来ると皆様もうさすがに、あー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 あれねってなったかと思います。そうです、あれです。アコギに使われているあれでございます。正式名称これブリッジピンって言うんですけれども、まあね、アコースティックギターのこの弦を止めるための重要なパーツです。でも弦を止めるだけではなく、実はねこの材質によって音色にですねすごい多大な影響をもたらすんですよ。で今回このマーティンから発売されているリュックスバイマーティンブリッジピンセットレッドドットクローム、リキッドメタルというあんまり聞き慣れない材質で作られたブリッジピンをマーティンさんからご提供いただきましたので、私のギターについているこのタスクのブリッジピンと音色を楽しい音色の違いを体験して楽しんでいこうじゃないか、わーという感じの、楽しい動画となっております。私のギター自身もですね、これ標準のブリッジピンから明るくカラッとしたサウンドを目指してタスクってものに変更してるんですよ。なんでこの動画の中でですね、リキッドメタルとタスクの音色をですね、ぜひ耳で体験していただいて、その違いをですね、ああでもない、こうでもない、こっちの方が好きだな、ああだなとかっていう感じで、コメントチャットで盛り上がっていただけたら嬉しいなと思っております。それでは早速行きましょう。比較動画スタートです。どうぞ。てなわけで3パターンの比較をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。ローコードでのストローク、ローコードでのアルペジオ、そしてカポナーレに設定してハイポジションでのジャカジャカストロークみたいな感じのパターンでした。皆様にはどう聞こえましたでしょうか。ぜひいろいろと感想書いてみていただけたら幸いでございます。まあやっぱりこうやってはっきり比較をすると明確に違いが分かりますよね。特にアルペジオなんかこの一本一本ピッキングした時の音の粒立ちっていうのかな、そういったものがすごいこの如実に感じられて、個人的にすごい面白いなって思ったりとかしたんですけれども、
やっぱり材質がね、金属、メタルということなので、この高温成分に特徴が出てくるのかなという印象でした。なんか音がね、輝かしいとか、音が飛ぶとか、明るいとか、元気とか、なんかそんな感じのこのブライトな印象が大きいのかなと。専門用語で言うと、まあ、1キロとか2キロとか言ったりとかするんですけども、そういった高温成分がね、このブーストされて、なんかイコライジングされたような感じの印象を受けました。けどね、だからといってその低温成分とか中域の成分とかスカスカになるわけじゃなく、下とかもちゃんと出つつも高温がパーンって飛んでくるから、だから、ちょっと動画越しだと分かりづらいかもしれないんですけれども、実際生音で聞いてみると、この高音成分がブーストされたことで、なんか音が近いとか、なんか音が大きいとか、なんかそんな感じでこうね、音の情報量が多いとか、なんかそういうふうにこう感じるようになるのかなっていう印象でした。なので、まあ、フィンガーピッキングの人とか、もしくはそのね、アルペジオを多用する人とかで、ギターに、このサウンドに、ブライトさとか明るさとか、そういったものを求めている方にはうってつけなのかなという感じが、しました。けれども、なんかこう、ローコードのね、なんかこういう、まあ、いわゆるこの、オープンコードでのこのね、ストロークに関しては、まあ、もちろん違いはあるんだけどね、そこまで、大きな違いは感じられず、どっちかというとアルペジオとかフィンガー、まあ、ソロギターとかもそうですけども、そういった方に向けた、ブリッジピンなのかなという感じがしましたけども、皆様はいかがだったでしょうか。まあ僕が使っていたこのタスクってやつもですね、僕なんでこれにしたかっていうと、このギターのサウンドをもっとこの高音成分ギラギラさせて、もっとこの音を軽くしたくて、もっとこの乾いたカラカラのサウンドにしたくて、これにしたんですけれども、基本的なこの音の方向性としては多分ね、このタスクもね、リキッドメタルもね、一緒、同じ方向性だと思うんですよね。けどもやっぱりこうやって比較をしてみるとね、同じ方向性の材質であってもやっぱり材質が違うとこんだけ違うのかと思ってなんか僕自身もすごく面白くて、参考になったんですけども、いかがだったでしょうか。そんな感じでね、ちょっとこのブリッジピンを変えるだけでね、こんなに音が変わるんだっていうことを、ぜひね、この体験していただいて覚えていただけたら幸いでございます。まあ、もちろんね、リキッドメタル以外にもいろんな材質があるので、皆様のギターにこうつけてみて、鳴らしてみて、まあ、好みをね、ひたすら探っていくっていう、こう、ね、終わりのない旅の話なんですけれども。まあ、よかったらですね、マーティンからこういうリキッドメタルのブリッジピンがあるんだな、なんてことをね、覚えていただけたら嬉しいなと、思います。はい。まあ、もし店頭にあったならば、ちょっといろいろチェックしていただけたら嬉しいなというところで知った、私が今使っているのは、このレッドドットクロームというですね、赤い点が特徴の、リキッドメタルのブリッジピンでございました。そんな感じです。まあ本当ね、ブリッジピンを交換するだけで音が変わるので、まあリペアというか、まあ味変じゃないけども、音変に関しては結構まあお手軽なところなのかなと思います。まあそこそこお値段するんでね、ちょっとなかなかこのおいそれとはですね、そこに鋭意変える金額ではないんですけれども、まあもしよければ覚えていただけたら幸いでございます。まああと、ね、ちょっと違いがわかんなくてもね、イヤホンとかヘッドホンとか変えたりとかして、さっきの比較の部分を何回も何回も聞いていただくと、だんだんそのそれぞれの音の違いとか特徴とか見えてくると思うんで、もしよければですね、この動画ブックマークとかしていただいて、まあ何回もね、繰り返し聞いていただくと、面白いのかなと思います。今違いが分かんなくても半年後ぐらいに聞いてみると、ちょっと耳が超えて、あ、分かるようになってきたぞみたいな感じになるかもしれないので、今分からなくても、まあおいおい分かるかなと思って、また、思い出した頃にまた動画に書いてきていただけたら幸いでございます。はい、ではそんな感じで今回の動画はこちら、マーティンのリュクスバイマーティンブリッジピンセットレッドドットクロームのご紹介でございました。何かご意見、ご感想、その他もろもろありましたら、ぜひチャット、コメントに残していただけたら幸いでございます。それではまた違う動画をお呼びいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねー。